ママちょっとやばいかも。トイレに行きたいわ。うん、これは問題かもしれない。ママどうにかして。あそこを見て、茂みを使ったらどう。もう何でもいいわ、緊急事態なのよ。待って、木が刺さった。痛い。あー、まあ大変。あなた大丈夫？私に任せて。この椅子を使えばいいの。上に穴を開けなくちゃ。空手レッスンを受けててよかった。くらえ。うわ、やったわ。次はビニール袋を出して、椅子にかぶせて穴に通す。さあトイレができたわよ。ありがとう。あー、すっきりした。オッケー、終わったわ。なんて散歩日和なの。うわ、あれ見て。え、どうしたの。チョークアート。私も何か描きたい。もちろんよ。バッグにチョークを入れているの。はい、どうぞ。さすがママだわ。いい？見ててね。あれ？ママは電話中か。頑張ってるわね、スイーティー。本当にそう思う？一生懸命頑張ったの。素敵ね。写真を撮ってくれる？この瞬間を捉えたいの。はい、スマイルをちょうだい。撮れた？早く見たい。何これ、絵が映ってないじゃない。うわ、せっかく撮ってあげたのに。ごめんなさいね。待って、これが使えるかも。いいこと思いついた。すぐに終わるわよ。チョークを粉々にしてパウダー状にしてね。もう少し材料を足して。これで全部かしら。しっかり混ぜていくの。綺麗なペーストにしなくちゃ。これでよし、いい感じ。ペイントブラシを出して。はい、どうぞ。期待しててね。傑作を作る時が来たわ。きっと素晴らしい出来になるわ。描くものは決まってる。ママも気に入るはず。ここで色を変える。まるでレインボーみたいね。間違えないように慎重に。パーフェクトじゃなくちゃ。もう少しだわ。これでよしっと。見てママ。わあ、なんて素晴らしいの。本当に美しい。ママ愛してる。あら、お腹空いたの。口を開けて。いいよ。好き嫌いが激しいみたいね。なんとかしないと。見て、あれはなんだろう。欲しくなったでしょ。大きなスプーンがやってきた。うん、おいしい。もっともっと。一人でおしっこできるもん。ママ。あらま、これじゃ大きすぎる。あなたの言う通りね。もしもし、お願いします。どこでしょうか。私が何とかしましょう。古い方をどかして、新しいのを置く。わーお、小さくて私みたい。オッケー、いい感じ。ああ、それじゃない。待って、そっち。ああ、そう、それ取れた。ああ、しょうがない。もう一回。うん、こっちの方。そう、もうちょっと。お願い、その穴に落として。やった。え、最高の夢だったわ。本物のゲームをしましょう。あなたはここ、それからクマさん、ベア夫人も。よし、さあ始めるわよ。これでキャッチしちゃうんだから。餌を食べるのは誰？ほら、誰かいないの？誰も食いつかない。お願い、すぐ近く。そこに引っ掛けちゃうんだから。待って、もう全然ダメ。もっといい道具がいるのかも。よし、カウガールの準備完了。イエイホー、ゲット。あら、はあ、また失敗。なんとか成功させなきゃ。えい、ダメなの？本当に何かの冗談なの？どうしてこんな目に。一体どうしたの。ただ動物を取りたいだけなの。ゲームセンターのやつみたいに。わかる？はあ、もうマシーンよ。ボタンを押すとおもちゃを掴んで落とすやつ。ああ、わかったわ。待ってて。
どうしてうまくいかないのかしら。使えないロープ。ねえ、それは何？私にくれるの？本当？ちょっと見せて。クレーンもついてる。よし、獲物を決めてよく狙っていけ。取れた。これで持って帰れる。お願い、もうちょっとなのに。ちゃんと穴に落とさないと。わあ、やった。信じられない。他に何があるの？まるでお菓子屋さんみたいね。食事を始めましょう。うん、ほぼ準備完了。ナプキンも忘れずに。ちょっと、これ全部食べるなんてダメ。私がどんなママかわかるでしょ。こっちにしなさい。マジで？でもチョコが入ってない。熱すぎるし。大げさなんだから。冷ましてあげる。ほら、よくなった。こんな感じ。そう、続けて。わかった。フーフーする。床がホコリまみれだわ。綺麗に保つなんて無理。ちょっとクラクラしてきた。誰かしら。もしもし。あら、こんにちは。まだ冷めないの？反対側も。じゃあまたね。ようやく平和になった。うん、面白い。どう？まだ暑い。おっと、眠っちゃった。一体どうして。ねえ、寝ちゃったみたい。まだ冷ましてるの？まだ暑いんだもん。うん、いい考えがある。その口を休ませるの。ほら、これが動くわよ。わあ、冷たい風が出る。全自動ね。もう冷えたかな。うん、完璧。よかった、召し上がれ。すぐ戻るわ。うん、これ大好き。学校は終わり。つまり今からはスナックスナックスナック、そしてずっとゲーム三昧。ふう、もう少しだわ。ハニー、一体何が起こってるの？ママ、どういうことか説明してちょうだい。ちょっと待って、今日はプールの日よ。ほら、プールの日に怒っちゃダメでしょ。飲み物は？あら、素敵じゃない。危なかった。夏って最高ね。プールサイドで怒れる人はいないわ。そのお尻は俺のものだ、カメガオー。まだお腹が空いてるよ。ちょっと、おう、やめなさい。知らないもん。やっつけるぞ。おっと、私のカメ。ああ、しょうがない、取りに行こう。わあ、床が溶岩みたい。誰か助けて。どうしたの？ママ、足が火事みたいに熱いよ。見て。あら、大変。大丈夫よ、メグ。見せてごらん。なんとかしなくちゃ。これが今ある水のすべてなの。ママ。あ、もう、待ってて。ここに足があるわ。紙だけど、足は足。そこがくっつくようになってる。まさか。はい、どうぞ、ハニー。やった。もう足が焼けないわ。カメさん捕まえた。ありがとう、ママ。あら、いいのよ。うふう、バスケ選手になりたいな。まあ、かわいいんだから。ママ、ここ、キャッチ。え、私のドリンクが。ファールね。ちゃんと気をつけて、メーガン。でも事故は起こるものよ。ディフェンス。こら、私の雑誌が。おっと、さすがにイライラしてきた。でも大丈夫、少し気をつけてね。はい、キャンディーはいかが。全部あなたのよ。ありがとう。
あ、まったく、私が取るわ。待って、私は歳を取りすぎてるわ。あ、残念な状況ね。本当に気持ち悪い。っていうか、アイディアが浮かんだ。面白いことになりそう。トイレシートを見て、ほら。いい？こうして。それは何？あなたのバスケットゴールよ。ああ、なるほど。穴を狙って投げてね。試してみて。いいわ。えい、やった。もう一度やりたい。えい、素晴らしいわ。なんてすがすがしい日なの。ママ待ってて、今行く。海の匂いがするわ。私たちは岩を感じてる。大変、トラックが動かない。うん、お願い、こんなの最悪だわ。マミー。ハニー、あら大変、どうしたの。私のトラック、あの岩を見て、引っかかった。貸してちょうだい。ありえない、私のだもん。じゃあ助けられないわ。でも私のトラック。何かないかしら。そうだ、ちょっとヘルプを使いましょう。よし、これ見て。どういうこと。トラックが登るための坂になるの。見て、うまくいった。やった。ふう、はい、どうぞ。わお、ママって最高。おいでトラック、ビーチの時間よ。オッケー、楽しむ準備はいい？ここが今日のスポットよ。最高。ちょっと待ってね。大変、テントが飛んでっちゃった。え、どこに。消えちゃったママ。大丈夫、ちょっと待ってて。新しいテントを作りましょう。さてと、オッケー。それは何なの、意味わかんない。さあ、骨組みができたわ。そして次のステップは、これで全てまとまってくれる。はあ？信じて、可愛いハニー。入り口が必要ね。じゃじゃーん。なかなかいい感じでしょ。わお、ほんと。中に入れてる？イエーイ。気に入ってくれて嬉しいわ。息を吸って、息を吐いて。えい。ああ、お腹が鳴ってる。おやつが欲しいってさ。うん、おいしい。そして吐く。あら、かわいいんだから。うん、もうなくなったの？まあ、次はこれね。うん。ふう、この音は何？カリカリ音がすごいわ。でもすごくリラックスできてる。チップスいただき、チョコを持ってきなさい。うん。まだ食べてるの？ああ、最高。もう、ハニー、もう少し静かにしてくれる？できた。またお腹が鳴ってる。すごくうるさい。メグ、どうしたの？お菓子を食べ過ぎたかも。え、それで？もう我慢できない。うわ、やめて。う、匂いが全部こっちに。あ、わかったわ、どうにかしなくちゃ。あった、ボール。どういうこと。ダメか、じゃあこれはどう。そしてこれ、完璧よ。ああ、わかった、すぐ戻るね。ああ、ちょうどいい場所はどこ？早くトイレに行きたい。もう少し深く。できた。バッグを忘れずにね。誰も見てないかな。よし。うーん。イエス。
はい、すっきり。ふ、これで完了。ああ、そして深呼吸。何？うん。おトイレしてきた。まったく。シャワーを浴びたいわ。やだ、またおかしい。次の準備もできてるわ。このチップス美味しい。太陽が眩しいわ。強い日差しを感じる夏。うわ、暑いよママ。何？おっと、日焼け止めを忘れたのね。でも今からでも遅くない。さあ。うん、痛い。かわいそうに。どうしよう。ちょっと待って。そうだわ、すごく痛い。待って、こっちよ。いらっしゃい。リラックスしてくつろいで。人間ブリトー大作戦スタート。本当に？私の帽子をかぶって。これで太陽は届かないわ。はい。あら、タコさんだ。一緒に遊びたい。さて次は。あら、うえ、うわ、やっちゃった。うまくいかないわね。少し調整しないと。一体どんな調整？しっかり捕まってて。ママが全て解決するから。ああ、とても柔らかい。それじゃあ本題に戻るわ。いい調子よ。ここを丸くカットする。パーフェクトフィット。さあ、残りの穴も開けて。これで動き回れるわ。そしてちゃんと保護されてる。クール。ああ、やっと抱っこできる。もう一つ帽子が必要ね。これをあげる。あら、ありがとう。うん。わーい、おやつの時間だーい。食べよーっと。うー、痛いよ。なんでこんなことやろうと思ったんだ。ママ。何？どこにいるの？ここだよ。転んじゃった。お腹が空いてたの。でもカウンターにぶつかっちゃった。あら、まあ。待って、今元気にしてあげる。まずこのコットンを切って、食紅を垂らすよ。虹みたいでしょ？とっても綺麗。次にボウルに牛乳を入れたら、色をつけたコットンを入れる。これを見て、綺麗でしょ？これを混ぜたら、まるで色が踊ってるみたい。楽しそうね。ほら、見てごらん。すごい！踊らせてみよっと。僕、うまいでしょ？うん、楽しんでるかな。え、うん、お父さん、次はブルー。そんな、まあいっか。次。いい感じ。うそ、また。何よこれ。いた、今のは。まあいっか、頼りにしてるからね。いけ。やだ、もう。どうしたんだい。クレヨンが言うこと聞いてくんない。これ見てよ。うわ、ああ。なんとかしよう。うん。え、温泉にいる間は無視しよっと。ママが出てくれない。私がなんとかしなくちゃ。ミスターホットドッグ、抱きしめたくない。クレヨンブルースだよ。ファッションショーをやろう。ああ、ちょっと休憩。待てよ、どうして今まで思いつかなかったんだろう。これが必要なんだ。あとはチーズおろし器も。雨を降らすよ。ほら見て、トッピングみたいになってる。すごい、綺麗だろ。ほら。でもまだ終わりじゃないよ。熱を加える。クレヨンが溶けてる。見える？これで無駄にならない。もう涙は必要ないね。新しい T シャツの完成だ。すごい素敵。見てください、この色。紙吹雪みたい。まるで洋服がお祝いしてくれてるみたい。これ着てみんなでパーティーできるね。ありがとうお父さん。
よし、動かないでね。角度が大事だから、そのままでいるんだよ。いいね。お、多すぎた。少しずつ広げてくぞ。よし、これでどうかな。え、似てない。うん。ふーん。ねえ、どうしたの？怒って書いてるようだけど。こっちの方が少しうまくできた。とも言えない、うん、もう諦める。僕はこの仕事に向いてないんだ。アレックス、芸術家は練習が全てなのよ。でもできないのやだ。ちょっとしたコツを教えてあげる。髪をテープで留めたら、上から色を落とす。それをスクレーパーで広げて、隣に新しい色を追加するの。高さを変えるといいかも。ほらね、この修正テープも役立つよ。なんだか子猫に見えてきたでしょ。ほら、アウトラインを引くと陰影がつくよ。あとはディテールを追加して、とっても可愛いでしょ。じゃあテープを剥がすよ。じゃじゃーん、どうかな。すごい、これ手書きなの。家の猫ちゃんにそっくり。じゃあ僕の番。どう？まあ待ってば最高。暑いよ。でも寒い。風なんて嫌い。早く良くなるといいんだけど。体温もすごく上がってるね。薬を飲んだ方が良さそうだ。はい、エッシー。あれってアイス？やだ、あれが欲しい。え？アイスクリーム？風邪の時はダメだよ。パパお願い。その可愛い目は反則だ。大好き。ダメだ、拒否しなくちゃ。ダメだよ。パパはヒーローだよ。やっぱ今のなし。ふん、とってもかわいそうに思えてきた。いや待てよ、いい考えがある。貸しなさいよ。すみません、ちょっとお借りします。ありがとうございます。さて組み立てるよ。エッシーにアイスはあげられないけど、食べられるものでもないしね。でもこれならきっと気に入ってくれるはずだ。もうわかったかな。そしたら切り取る。今度は色を加えるよ。必要なのは数滴だけ。色も好きなのを選んでね。エッシーは虹色が大好きだからね。だからいろいろ選んだよ。そうしたら上から糊を垂らす。全体につけてね。トッピングの時間だ。違うけど見た目はそう見えるでしょ。糊のおかげで表面に貼り付くよ。少し振ったら準備完了。まだアイスクリーム食べたい？嘘つき。じゃあここに置いておくよ。うん、ちょっと見せて。やった、パパありがとう。ふう、薬は？まあ飲もうかな。あん、薬を乗せた列車がやってきたよ。いよいよ最後のお皿。誰も見てないな。エッシーが大好きすぎて。うんうんうん、とっても大好き。今日も綺麗だね、エッシー。本当にありがとう。これを君に。え、いいの？からじゃない。何よこれ。これはまずい。いいプレゼントを考えないと。エッシーは何が好きだろう。うん、お金？任せろ。ママ、エッシーにあげるお金ちょうだい。お願い、お金ちょうだい。お金？もう分かったわよ。ほら、こうか。お金に変わりないでしょ。これしかないの。そんな、紙のやつがいいのに。どうしようかな。お金はないけど、こっちはどう？それじゃダサい。そうなのね。わかった、待ってて。これでエッシーも喜ぶはず。石鹸をたくさん用意して、
それからブラシで混ぜる。色付き石鹸を準備したら、ハート型のクッキーカッターを使って型に液体がつくようにするの。こうね。そしたら紙に押していく。ポン。たくさん作れるよ。エッシーが僕のことなんてどうでもよくなっちゃう。あれ？これをエッシーにあげたらどうかしら？すごい！ママありがとう！ヤッホー！エッシーヤッホー！アレックス元気だった？これ君のために作ったんだ。本当に？とっても素敵！チョコ入り？とっても素敵！なんてことないよ。とっても美味しいお茶を入れたよ。さあ、乾杯しましょう。あれ、何かがおかしい。あ、助けて。緊急ボタンを押さなくちゃ。ハニー、あなたなの？行かなくっちゃ。なんてこった。え、今のは？今私が行くからな。待ってるんだぞ。助けて助けて。どうしたの？おやつを持ってきたよ。野菜はどう？それとも甘いものが食べたい？どちらもいらない。あ、もう十分。わかった。うわ、なんでキッチンにいるの？まだお腹空いてるって。バレちゃった。何を作ってほしいかは決まってるよ。作れそう？大丈夫。砂糖追加なんてどう？ああ、もう自然の甘さに頼るのが一番。わかったよ。よし、では切っていくわよ。はあ、ほらこれ見てみなさいよ。最高の一切れでしょ。ほら、全然簡単だった。すごいじゃないか。はあ、でしょ。まだ始まったばかりよ。皮？皮だって？スイカは果肉だけよね。ほら、とっても簡単。これを見て、あと2つ乗せるよ。まるで芸術作品のようだ。すごいじゃないか。私はどうしよう。一番好きな果物を使おう。パイナップルに勝るものはないよ。すごく売れてる。果物の輝く星だ。いいでしょう。完璧。あん、うん、いくよ。なかなかいい感じだね。うんうん、あとはブドウもいくつか。とっても綺麗な緑色ね。ブルーベリーも乗せるよ。ふれよふれ、ベイビー。いいね。すべて完了。いいね。上はどうしようか。じゃじゃーん、いい感じだね。これ全部君にだよ。うわー、ありがとう。すごいね、みずみずしい。うん、あん、うん、めっちゃおいしい。星は最高。うんうん、うわー、本物のケーキよりいいね。二人とも天才。やったね。うん、とっても嬉しそう。まだお腹いっぱいになってない。次はドーナツの時間。わかったよ。さて、何があるか見てみよう。ビンゴー、小麦粉さえあれば大丈夫。うん、ハニー、あー、ダメ。あ、くそ。今のはすごかった。本当にね。手伝わせて。なんてことだ。よし、もう大丈夫だ。どこまで行ったっけ？貸してみて。小麦粉が全然なくなっちゃったみたいだわ。素晴らしいじゃない。代わりに何を使おうかしら。待って、わかった。パンが使える。結局小麦粉でできているしね。耳は必要なし。生地の中心部分だけを使うよ。ギュッとしていくよ。うん、生地の塊になった。ドーナツに変身させよう。
よし、これで完璧。少し上げるとよりそれらしくなるよ。ああ、ジュージューしてるの見える？うまくいってる証拠だよ。そして完成。うわ、これ信じられる？ハニー？ちょっと、ハニー？え、まあ、あげるよ。ありがとう。全部溶かすよ。ドーナツといえばアイシングよね。柔らかくなってきてるの見えるかしら？お湯の力ね。ホワイトチョコのフロスティングいいでしょう。さあ、おしゃれになった。トッピングを忘れないで。これがあるとないでは全然違うからね。しかもピンク色、こんなに素敵になっちゃった。わお、うまっ。さあ、どうぞ。手作りなの？すごく美味しそう。香りもいいね。あん、うん、ブルー、うん、かなりいいね。うわー、黄色は？うまい、間違いなくこれの勝ち。もっと欲しい。完璧、やったね。こんばんは、奥様、ご主人様。今夜は魅力的ですね。食事をお願いします。何か甘いものがあるといいですね。お願いします。もちろんです。今すぐに。甘いものが欲しいんですね。では準備しましょう。あれ、どこに行っちゃったの？さっきまでここにあったのに。どうしよう。食べ物が提供できないならレストランは続けられない。そんな。ハニー、泣いているの？何があったの？教えて。料理はお好きですか？準備できたよ。あ、そう。私も。今度はクッキーの時間。わあ、素晴らしい。これならいけそう。既製品？ダメよ。うん。この材料を使わないといけないの？ベリーとチョコレート？あら、いけそう？お湯があれば大丈夫だ。溶かすチョコが入ります。どんどん溶かすよ。準備完了。注意して、とっても熱いからね。うわぁ、なんでトングを使わなかったんだろう。ふぅ、液体状になってるよ。これこれ、このとろーりとしているのを見て。うお、ベリーいいね。これ以上の組み合わせはある？ないだろうね。一つだけ作ると思ってた？それは寂しすぎる。チョコは多ければ多いほどいいよ。お、出来上がってきた。素晴らしい。冷やす時間だよ、みんな。しばらくしたらまた会おう。時間かな？こんにちは。いいね、本物のクッキーみたい。信じられない。よっしゃ、とっても美味しそう。素晴らしいわ。どうぞ、手作りだよ。わあ、とっても美味しそう。うん、どれどれ。あん、美味しい。うん、ベリーがとってもみずみずしい。とっても美味しい。シェフに賛辞。うん、これはずっと食べてられるわ。うまい。たくさん作ってくれてよかった。もっと。最後の一個。あん、ほんとおいしい。お腹が幸せって言ってる。やったね。すごいわ、あなた。ありがとう。次は何を作る？聞いてくれてありがとう。オレオクッキー。うん、ああ、気にしないで。クッキーがもうなくなっちゃう。はちょっと、それ今食べなくちゃいけないの？でもお腹が空いてて。後にして。ほら、どうぞ。お父さんがごめんね。いらないもん。他に何を作れるかしら。ちょっと考えさせて。待って、わかった。これを持ってて。おお、持っててって言ったでしょ。おお、でも量がちょうどよくなった。さあ、浸して。
はい、どうぞ。もうほらここに入れて。ああ、そういうことか。どうぞ。そして待つだけ。正確には1分ちょっとかしら。何か変化が起こっている。見てみて。すごいクッキーだね。触っちゃダメ。あなたのじゃないんだから。私たちの娘にでしょ。ママの言う通り。スーパークッキーだって。こんなの見たことない。うわ、すごい。おいしい。おいしい。これ今までで一番おいしいクッキーだ。上出来。わあ、素晴らしい。僕たちもご褒美が必要だね。楽しんでいただけましたか？あなたのお気に入りのパートをコメント欄で教えてください。この動画を友達に共有した後は、素晴らしい動画をもっと見るためにチャンネル登録も忘れずに。